えー、こんにちはハイスペック男性女性のシリーズでございますけどもねまたコメントいただきましたので、まあ、それを込みでまたあ追加発信しようかと思います、えー、コメントはこういうふうにいただきましたハイスペック女性は自分以上のハイスペック男性を求めるらしいです、まあ、ということでここまででわかるのは女性は常に自分よりもちょっといい男性をね欲しがるのかなっていうところでございますねこれは無理からぬところでございます、まあ、男性もね誰に憧れるかというと自分よりも優れた人に憧れますし 自分の目標っていうのは常に自分よりもちょっと上のところにありますからね。うん、ただやっぱりこうなんて言いますかね男性が女性に求めるのは優れている女性の部分もあるんですけどもど,どちらかというと男性にはちょっと醸し出せない女性的な魅力とかねあの美しさとか若さとか可愛さとかだと思いますんでこれはね男性が <laughs> そうなろうと思ってもなかなか難しいですよね。ししかもも男性が可愛くくてて美しくなっても まあ求められる男性もいると思いますけどもどっちかって言ったらね男性は別の強さ特質なのかなと稼いでくることとか強いこととかねそれからユーモアがあったり励ませることとかうんまあそんなところなのかなと思っちゃいますね <laughs> はいじゃあちょっと文章戻りましょうか40代年収1500万円の女性せめて自分の年収の上をいってほしいとまあ思うでしょうね逆に自分が年収高いから 年収低くてもいいから自分好みの男性が自由に探せるっていうふうに考えれば女性の恋愛婚活も結構幅広くなるのかなと思いますよね、まあ、常に自分よりももっといい人っていうふうに考えちゃう本能といいますかね、えー、そういった性格はあるかもしれませんけどもまあ自分はもう暮らしとかなんとかも全然 OK だから男性には家事をしてもらいたいわ家を守ってもらいたいわっていうような新しいセンスが持てる女性は 多分う,う,うまくいくんじゃないかなと思いますね。その面ではですよ。ちょっと続きまとめみましょうか。えいますかねって書いてますね。いませんね。<laughs> で、この次がね、その通りっていうことで、全部のね、この今までの私がお話してきたことがね、全部ここで消し飛んじゃうんですよ。そもそも年収2000万以上の男性がいたとしてね、40代の女性を選ばないと思いますが、と <laughs>。平行線と書いてますけども。うん。やっぱりその 男性が基本的に求めるものって自分よりも年齢が若くてで若ければ若いほど全然オッケーということなんですよね。まあ若ければ若いほどい言ってもね、まあ5歳とか10歳とかの女の子は困っちゃいますけども、大体二十歳前後を中心に、えー、本当にね年齢のストライクゾーンは狭いと言わざるを得ません。でもそこから一緒に歳を取っていって40代50代60代をこれ全然オッケーなんですよね。 ほとんどの方は、OK、じゃないですかね少しずつ一緒に年を取っていく喜びってのはあると思うんですけどもあの出会った時に50とか60はちょっとねおっと恋愛できませんよみたいなことは起きると思います。これは神様が埋め込んだものだと思いますしもっと言うとねあの女性が自分の命を守るための本能というものかな防御本能だとも言えるんじゃないですかね。うん、やっっぱり男性ってのは 性性的な魅力を何で女性に感じるかっていうとやっぱり自分の子孫を残してくださる女性を探していると思うんですよ。その時に50代の人にお願いしようと思ったらやっぱりねいろんなリスクが女性にかかってきます若い時よりも。だから本能的に年齢いった女性にはあのアプローチしないようにプログラムされてるっていうふうに考えたらいろんな理屈が通るのかなと思うんですよ。で、ま、で、あ、ですんで健康でそれから これから20年30年と一緒に子供を守ってくれそうなね自分が狩りに行ってる間でもちゃんと子供を守ってくれそうな母性ってものにも惹かれるのかなと思いますしまあ家事とかね育児ってものが得意そうな女性もしくはそういうのに興味がありそうな家庭的な女性に惚れてしまうのも男性の特質なのかなと思います逆に女,子女性の特質ってのはやっぱりね狩りに行って稼いでくることどんなに傷ついても 家に帰ってきたら力強い温かい、えー、まあね狩人でいることですかねえそして外部には強いんだけども家の中では徹底的にその強さを優しさに変えてくれる人そういうものを女性は男性に求めるのかなと思うんですよだから現代で言うと年収が高い女性をあ男性を求めるのも女性にとっては仕方がなくってそれはね周りの うん、女性と男性のカップルよりもうちの旦那の方がすごい強いのよとかねいっぱい持ってくるのよというふうに部族を守るね代表格みたいなねそんな強さも、うん、できれば持ってほしいなと思いますしでどんな危機がね訪れるか分かりませんからねどんな暴力に見舞われるか分からないしどんなに 金銭的なな負担がかかるかるもしれないしれい、えー、どんなトラブルに巻き込まれるか分かんない時に全てのトラブルを解決してくれそうなものを持っている資産を持っている男性いろんなトラブルから自分を守ってくれる体力がたいいろんな工夫とかで抜け道を探してくれるそんな知恵を持った男性結局参考になっちゃうんですよね昔からね石器時代から。 だから人類は生き残ってきたとも言えるかもしれませんよね逆にねこうダメをばっかり何もできない男性ばっかりが好きな女性でこの地上が溢れていくと人類は滅んでいたでしょうねうんだからやっぱりねこの文明が進んでも種族として人間が人間自身を守るためにこの社会を守るために弱肉強食の部分はやっぱり残っちゃいますよねなるべく優れた人が 次の世代を作るようにずっと続いていくのかなと。そして文明社会っていうのはどういう時に言えるかっていうと私なりに考えるのは力ある人が何の見返りもいとわずに力なき者に手を差し伸べてくれるこの関係かなと思うんですよ。でそれがある意味、えー、自分の好きな女性だけを愛するっていうことになるのかなと。 で他にポツンとした女性がいても自分にはこの家庭があるからごめんなさいねここだけを守ることで自分の境地を守っていきますみたいなあなたは別の人に守ってもらってくださいみたいなところかなと思いますよね、うん、まあハイスペック男性ね昔からより多くの餌を持って帰ってくれる男性より頑丈なホラーな家を提供してくれそうな男性 うん、より強靭な意志で未来に対しての解決策を示してくれる男性ってことなのかな。うん、ねえ、うん。やっぱねあの何もできない男性は恋愛的に結構不利ですしそれから自分が何もできないっていうことを自覚したりね自覚するだけならまだしも、うん、新しい能力を身につけようとしなかったりとか。 あとねダメな自分をすぐ口に出しちゃうことねこれも良くないですねどうせ俺はダメだからとか昔こんなトラウマがあるからとかねこんなこと言い出したらねやっぱ頼りなくてついていけなくなっちゃうんでまあ俺に任しとけって俺誰だと思ってんだぐらいのね <laughs> ちょっとね <laughs> 鼻が高いと言いますか鼻っ柱が強いぐらいの男じゃないと切り抜けていけないのかなというところありますね、うん、だからハイスペック男性の中で一番はあの くじ精神力がとてつもなく強いことですよ私が思うにね精神力が強ければ何が何でも稼いできちゃうとかね何が何でも、あのー、目標の大学入学してやるとかね学歴つけてやるとかね何が何でもお前を守ってやるとかねこの強い精神力がなんか全てを解決してくれるような気がしますけどどうですかね <laughs>、まあ、私もねなんかいろんなことを考えるんですけどもこれだっていうのにたどり着かないんですよ まあですんでね、こうやってあのコメントを寄せてくださる方とともに考えていくのかもしれませんけどね。また皆さんのお考えあったら聞かせてください。ありがとうございました。